ございます。キズナックさん、やっほー。承知の大さん、おはようございます。おはぴよー、おはひょー。あっかくん、おはようございます。だめなな。かどくん、おはようございます。おはよう。おはっさー。マンジャラモンスターさん、おはようございます。おはよう。おはおはでーす。やっほー。今日はリップです。今日はリップつけております。でれん、かわいいでしょ。お、だるまとハートありがとうございます。お昼の始めなかったが多いで絶対大丈夫です。ナミさん、おはようございます。おはよう。館のリオさん、岡山山です。おお、おはようございます。今日はリップの飾りをつけました。おはよう。皆さん、おはようございます。アバター買いました。お、確かにめっちゃ可愛い。ペンギン。これはペンギンか。クーカちゃんのカラオケ配信してた。もうカラオケしてるんですか。こんな朝っぱらから声は出ねえや。おはよう。今日は失敗しましたね。じゃじゃーん。この紙でございます。この紙をタンプレのサロニアのやつでこうやって巻く練習をしたんですけど、全然できなかった。なんかね、どれだっけな。じゃじゃーん、こんなカクカクって。最悪だ。カクカク。直角になりました。最悪だ。で、これを急いで水でバシャバシャしてきたら、もう巻いたのに寝癖みたいになっちゃいまして。失敗失敗。難しいね。どうやったら巻けるんですか。巻き方わからん。おはようございます。あ、配信予定も明日にしとった。そう、間違えた。昨日の、あ、今日の12時ぐらいに入れたんですよ、多分。それで、あ、明日の予定はってポチッと押したら、もう12時になっとったっけ、今日だった。もう日付が変わったのに明日に入れたっけ。配信予定も間違えてた。おはおはおは。動画見ながらやったんですよ。あかりさんの動画をつけてから、おっと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 って一緒にこうやってやったのに、だけダメだった。ダメだった。失敗だらけだ。おはよう。おはよう。やってくれ、ちょぼくなるよ。不器用人間なんでできるかな、そんなこと。あら、まあ、ピンのリップかわいいでしょ。ちょっとなんかピンをまっすぐ縦につけたけど全然つけれんかった、なので横になっちゃいましたけど。あーって打つと会えちゃった。それは面白い。リップです。今日はリップ。もういいかーい。まあ、だったよ。今日誕生日だからプレゼント嫌だ。あげねー。あ、じゃあこれでもあげようかな。じゃーん、大阪名物たこ焼きクッキー、たこ焼きそっくりクッキーをね、買っておりました。あの、大阪のなんじゃっけ、大阪のチャリコンの時に。そう、大阪のチャリコンの時にね、買っておりました。大阪名物たこ焼きそっくりクッキー。中身はこんなやつ。じゃじゃーん、似てるでしょ、たこ焼きクッキー。プレゼント
毎度大きに毎度大きにタコありがとうタコありがとう。この中にねいっぱい入ってるんですけど、こんな感じのクッキーになっております。プリンみたい確かに。じゃあクッキー、たこ焼き味なんかな。ちょっといただきます。おはよう。タコ味するんかな。タコ味のクッキーってなんか嫌だおお、そんな似てはないけど、こんな感じそんなそっくりではないけど、まあ美味しそう。いただきます。うん、うん、なんじゃこりゃ。うん、ふん、おいしい。ほんとね、うん、え、確かにほんのりほんのりたこ焼きだななんじゃこりゃ、びっくりだ。ほんのりたこ焼きの味だ。なんですけど、あ、なるほど、ミルク風味だ。ミルクの味もするミルク風味のクッキーなんですけど、クランチなんですね。ミルク風味のやつにいちごクランチが入ってるので、噛んだらサクッカーってなくなりました。サクッおおみたいなクランチな、めっちゃ美味しいよ。グッジョブ。これたこ焼きソースがココアソースを使っていたらしい。ココアソースを使っていたので、なんだかたこ焼きの味ですねなんだかたこ焼きの味だ。食レポうますぎんミルク風味のたこ焼き味伝わってこない。うっそー。あ、平津子さん、タコありがとうタコありがとう食レポうますぎだわ。ここはソースココアじゃないよ。お、ハートありがとうございます。ココアとミルクとストロベリーが合わさったらたこ焼きの味がするんですねという感じになりますね。第二のひこまろー、ひこまろ、ひこまろ。バチジャーさん、おはよう、おはよう。朝からポケカツカズリーさん、おはよう。うまはんぺんさん、おはよう。おちょさんもおはようございます。想像つかんけど、おいしいはずおいしいはずでしょ。お、サンドさんもおはよう。まいちゃんさん、ログインボーナス、ありがとう。少し大人っぽくなった。お、やったねそれは嬉しいね。イエーイ。バレてた。安室さんのもうニュースばっかり流れてて、もう準備しとる間、アムロフィーバーばっかりだ。アムロフィーバー、アムロちゃん大好きだよ。アムロちゃん好きだ。ゼーさん、ハートありがとうございます。アムロフィーバーってずっと朝流れてたもうニュースアムロちゃん今日で痛い。アムロフィーバー、すげえよな。見たことある？ライブ、ライブ一回行ったことある。
ヒーロー。そう、あれアムロフィーバーに聞こえるよね。なあ、アムロフィーバーって聞こえるやつ。タケノコフィーバー。タケノコ、タケノコ、タケノコフィーバー。似顔絵が似てる、似てるでしょ。アイさんが描いてくれたやつ。すげえかわいい。一押しおでんの具は何ですか。もちきんですね、やっぱ。やっぱもちきんが美味しいわ。ピューニー時代のソロの動画、なんそれ、ソロの動画、何のやつ。やっぱ変わったやだ。いや、その時はブサイクだよ。ブサイクだ。デビューした頃の安室ちゃんは見たことがある。ええ、そうなんですか。今日見に行きます。マジかよ、君だけのあためにヒーローって言った。アムロフィーバーでしょ。アムロフィーバー。おはよう。もうすぐじゃんけん大会ですね。ユニット、あと1週間、超緊張。もうチキンしか勝たん、それな。卵と大根、あ、なるほど。ドストレートなところ。だってもちきんはあれよね、家で出てこんくないあんまり。家でおでんするときはもちきん出んくない。じゃきなんか特別な感、特別感がいいよね。アムラ、アムラ時代いいよね。アムラファッション。アムラファッションいい、よくね。ナナさんポスターあげませーん。あげません。チャンピオン買いましょう。週刊なんだったっけ、チャンピオン、少年マガジンなんて名前だったっけな。アムロ話聞きたいね。どういうこと。どういうこと。確かに、おでんくん、おでんくん。糸こん、卵、大根、あー定番。アムラババンババン。アムラ知ってるよ、もちろん。ロングブーツ履いたミニスカートのアムラファッション。知ってるよ、アムラちゃん。アムラになりたかったな。全然世代じゃないよ。あはは、親子 T シャツ、あ、見ましたか。ありがとうございます、ありがとうございます。ちょっと待ってね。なんか誰かが、あ、カオスさんが載せてくれておりますね。あ、間違えた。じゃーん、親子、親子、やばい。じゃじゃじゃーん、親子グッズ販売始まりました。イエーイ。ネットで始まったんかな、これって。多分応援フラッグと応援、応援グッズの T シャツ、マフラータオル、応援フラッグの3つのグッズが始まりました。イエーイ。センスいい。お、ありがとうございます。じゃじゃーん、じゃん。 T シャツはこんな感じです。見えますでしょうか。 T シャツはこんな感じのシンプル、前はめっちゃシンプルで親子ってここに書いてあるだけの黒 T シャツになります。そして後ろはじゃん、親子ポーズを入れてみました。親子ポーズにハートがついてる、かわいいですよ。親子ポーズを入れてみまして、 T シャツはめっちゃシンプルになっておりますので、普段でも全然使える商品となっております。普段でも着れるでしょ、そこを大事にしました。大事にしました。そう、めっちゃ私服で着てくださいね、ぜひ。お、背面プリントいいね。お、ありがとうございます。親子ポーズを入れてみました。 T シャツはまあ主にかほちゃん考えたんですけど。はい、 T シャツは主にかほちゃん考えて、タオルとフラッグを主に私考えちゃいました。じゃじゃん、ピンクになっております。かわいいでしょ。もう
パッと見目立つピンク色になっております。それで真ん中には親子っていう印とアリサとカホちゃんの名前を横に入れて、そこでうっすら見るとね、このピンクにねうっすらハートがね斜めにこう入ってるんですよ。見てくれ、ハートがビューンって斜めに入っててラブリーな感じ可愛いですよ。とおそろっちで旗も作りました。旗とタオルはお揃いです。めっちゃ可愛いでしょ。親子がいいね。そう、親子をねなんかホラーみたいな字にしたんよね。なんかお化け屋敷の妖怪がなんかありそうな、親子の妖怪がなんかここに つけてそうなやつをねここにねやったんですよここに可愛いでしょ。なんか幽霊みたいな妖怪みたいな文字にしたここもポイントです。漢字も良き、漢字も良き。お、ありがとうございますだねなんか意味深な感じ、なんか妖怪がつけてそうな面白い、いいでしょ。ぜひ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 。そう、アリサの好きな T シャツが黒でタオルがピンクで、アリサの好きな黒ピンクの組み合わせにしておりますので、ぜひぜひお願いします。ぜひお願いします。ホラー文字ですいいでしょ、可愛いでしょ。買いましょう。お、ありがとうございます。応援かヤンママカホちゃん見に来てありがとうございます。会場で買う。お、ありがとうございます。イエイ、お待ちしてます。親子席は黒ピンクで埋まりますように、お待ちしておりますアムロフィーバーもうそれしかないな。アムロフィーバー、デザインって大事だよね。デザインは大事だ。デザインの意味知ってるよ、かほちゃん。かほちゃんがね言ったと思う、ホラー文字にしようで文字のなんか字体みたいなあるじゃん、なんか丸文字みたいなやつとか決めたのはかほちゃん文字決めたのはかほちゃんです。アリサフィーバー、たけのこたけのこたけのこフィーバー、たけのこたけのこたけのこフィーバー、モンスタープリント的なそうモンスターインディアン、え、インディアンネリって何親子だったらアリタル、アリタル、親子フィーバー、フィーバーってどういう意味だっけフィーバーって何。じゃんけんは、うーん、そうだよねそう、頑張りたいと思います。じゃんけんは私が、なんといってもアリサは星2だったんですよ、5段階中ですけど5段階中ですけど、あのじゃんけん本の占い師さんが書いてくれとったやつだから星2個で、何だったっけ、なんか勝てる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 呪文のように言い続けたらあの勝てるみたいな感じで書いてありましたでもかほちゃんは星1だから、そう、むやみに戦わず他のメンバーに頼りましょうみたいな感じめっちゃ面白い。だからアリサが行くしかない、アリサが行くしかないなこりゃと思って頑張ります、頑張ります。するフィーバー熱狂、アリサフィーバー、いいね、熱狂って意味なんだ、いいじゃん生誕 T シャツゲットしました。おお、ありがとうございます、ありがとうございます。運、運だよね、やっぱり運を貯めております。今慎むこれです。勝負ごとはじゃじゃん、慎むときはきっとリアリということで毎日慎んで頑張っておりますへアリンコフィーバー、フィーバー、フィーバー、ん、何の歌だ星長には変わらなくて、いやいやいや結構大事なとこです
宮島のおみくじです。慎んでます。毎日頑張っております。いい言葉じゃね、いい言葉。あ、そういえばね、昨日むっちゃ頑張ったんですよ。昨日ね、10時から行こうと思ったんだけど寝坊して、寝坊して、でショールームをして寝坊したんで、ま、とりあえずショールームをして、2時ぐらいかな、2時ぐらいから行ったんですけど塾に。そう、2時ぐらいから行って9時までやってきました。7時間も勉強しました。昨日やばいよ、やばすぎ、笑った。塾で7時間も勉強したんです、私。やばすぎ、笑った。でね、文法が分かった。文法が分かったよ、すごいでしょ。イエーイ。とりあえず自立語と付属語を分けて、活用する自立語と活用しない自立語に分けるっていう感じから始まって、そう、分かった。名詞とか、ふ、名詞、まず違う、まず形、違う、まず動詞、形容詞、形詞、形式。なんだっけ、動詞、形容詞、形容動詞だ。動詞、形容詞、形容動詞とかあって、とかあって、で、名詞の中にもいっぱいあるよね。それも学びました。固有名詞とか、数詞とか、普通名詞とか、なんかいっぱいあって、接続詞の中にもいっぱいあって、逆接、順接、対比選択とか、なんかいっぱいあってですね。そう、そういう分け方をね、やった。いい感じ、グッチョブグッチョブグッチョブ。国語、国語。そう、なんかいっぱいあって、そう、天才なんですよ。なんかいっぱいある。解説しましょう。アリサが簡単に解説したいと思います。まず一つの文があります。こういう文があるとします。アリサはじゃんけんに勝つっていう。こういうね、文があるとします。そうすると、まず単語に、単語じゃない、文節に区切ります。アリサはね、じゃんけんにね、勝つよっていう文節に区切ります。アリサはね、じゃんけんにね、勝つよっていう文節に区切って、その次に、うわ、その次に単語に区切ります。その次にアリサっていう単語と、わっていう単語と、じゃんけんっていう単語と、にっていう単語と、勝つっていう単語に分けます。こういう風に、アリサはじゃんけんに勝つ。そうすると、何言ってるの。こうすると、この文節のあるじゃないですか、文節、一文節にアリサとワっていうのがあります。そうすると、ワっていうのは、あの、いらないやつらしい、なんか付属を、付属についてきたやつなので、ワっていうのはいりません。そうすると、じゃんけんにっていうのの、にっていうのも付属なので、いりませんっていうことで消して、そうしたら、アリサっていうのはこのように、ここに一人しかいないので、そう、ここのように一人しかいないので、固有名詞になります。固有名詞、固有名詞。そしてじゃんけんっていうのは、じゃんけんっていう名前、ものの名前なので、名詞になります。名詞、普通名詞かな、これは、これは普通名詞になります。そして最後に、勝つっていうのは、なんじゃっけな、勝つっていうのは、うーって終わっちゃったんですが、最後が勝つ、うーっていう感じで、最後に伸ばして、うーで終わるやつは動詞になっております。
動詞とこう動詞になっておりますという感じで分けるっていうやり方をやった。どうですか？どうですか？じゃじゃじゃーん。はい、ありさは固有名詞、じゃんけんは名詞、かつは動詞になっております。すごいですよ、理解してきた。理解してきたぞ、イエーイ。助詞、あ、なんか助動詞みたいなのあるよね。あれはなんかテストで電気学んでない。学んでない。助動詞とか、いや、そういうやつは学んでない。でもあれが分からんのよね、動詞の他動詞と自動詞。あ、分かった。他動詞は分かるよ。おーで終わるやつが何々おー、ん、なんだ、カバンを持つとかだったら、おーで終わるやつはあれなんやね、自動詞だったっけな。おーで終わるのが自動詞で、がーで終わるのが他動詞だった気がする。という学び方をしたんだよね。おーとがーで学ぶ、カバンを持つのおーと、うん、アリサが走るみたいな、が自動車、カバンを持つ、アリサが走るみたいな、オートがでも分かれるよね、他動詞と自動詞。あ、楽勝だこんなの。いけるわ。オーマイガー。文節難しいよね、日本語って難しすぎ。日本語難しすぎ。連体詞が難しいよね、連帯詞と副詞っていうのが難しい。朝から何語ってんのっていうことで、すみませんでした。そろそろ終わります。そろそろ終わります。ピザ屋さん、シーシーマルさん、パンジャラモンスターさん、ジルちゃん、ひらつぐさん、ありがとうございます。はい、オッケー。それでは、キャッチフレーズいきます。じゃじゃん。アリちゃん推しになるのはアリー、アリー、アリサ号出航。はい、ありがとうございます。中学2年生のアリちゃんことミニオシアリサです。よろしくお願いします。イエーイ、授業終わり。ではランキングも読みます。13位ピザ屋さん、12位パッチさん、11位ヒゲジロウさん、10位ヒデさん、9位ナツカちゃん、8位パッチジャンさん、7位ナリさん、6位キズナックさん、5位ヨッキョン、4位シンくん、3位キングちゃん、2位エイジーさん、1位はどうぞ、じゃーん、ジュナちゃんです。ありがとうございました。イエーイ、うおっと、うおっとよし。はい、ありがとうございました。今日は遊んできます。今日はある方と遊んでいきたいと思います。そう、今日はある方か、ある方と一緒に遊びたいと思います。後ほどメールで。それではバイチャラポー。バイチャラポー、今日は遊ぶぞ、バイバーイ、ありがとうございました、バイバーイ。またね。